ちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。今回は風俗嬢に聞いた秘密、風俗嬢を落としまくる方法、風俗嬢から爆モテするためには〇〇をすることというのをご紹介していきます。むちゃくちゃ可愛い風俗嬢を自分のものにしたいんだけど、どうしたらいいかわかんないとか、他の客とは圧倒的差別化をしたいとか、こんな風に思ったことないでしょうか。私のところには様々な恋愛相談が届きます。で、そんな中で風俗で働く女性からの恋愛相談とかお仕事の相談っていうのもすっごく多いんですね。そこで今回は私が風俗で働く女性の恋愛観とか価値観というものをまとめてみました。結論から言うとね、風俗嬢からモテるためには清潔感と非日常感というこの2つがとても重要になってきます。まず清潔感というのは実際にね、肌を合わせることになりますので、やっぱり汚いっていうのは一発でアウトになってしまいます。で、ここで間違っちゃいけないのは、女性が言う清潔感というのは無菌の状態であるかどうかということではなくって、パッと見なんか清潔そうやなとか不衛生じゃないなというふうに思うかどうかということなんですね。清潔感の話した時に、ちゃんとお風呂入ってんねんとか歯磨き毎回してんねんとか教える方いるんですけど、まあそれは当たり前の話なんですよ。今回はパッと見の印象で清潔だなって思わせるためにどうしたらいいのかっていうのを解説していきます。さらにもう一つのポイント、非日常感というのをどうやって出したらいいのかというのも解説しますね。なぜ非日常感必要なのかというと、風俗で働く女の子って、まあ、ハードなねお仕事なので、やっぱ心を病みやすい子が多いです。そして昼夜逆転の生活になってたりとか、あとは昼のお仕事、別のお仕事と掛け持ちしているっていう子も多いので、あんまり出会いがないっていう子もすごく多いんですね。で、そういう忙しい時とか、変わり映えせえへんなとか、まあ一回同じ人に会ってんなとか、私って全然行動できてないわとか、そんな風に思ってる人が恋愛にどういうものを求めてるかというと、非日常感なんですね。なので周りにおらんタイプやなとか、なんか喋ってたらワクワクするなという風に思わせることによって特別な存在になれます。ぜひこの動画最後まで見て、可愛い天使を自分だけのものにしてくださいね。ということで今日の目次はこんな感じです。まず風俗嬢から爆モテする清潔感の出し方、そして次に風俗嬢から爆モテする非日常感の出し方、そして風俗嬢を落としまくる方法として、すでに通っているっていう方と、これから新規開拓するっていう方別に攻略法をご紹介します。さらに風俗嬢のパターン別攻略法というのもご紹介しますし、あとは風俗嬢からモテるプレイというのもご紹介していきます。盛りだくさんの内容になってるんですけど、とにかく使える内容というのを詰め込みまくったので、ぜひ最後まで見てくださいね。では早速やっていきましょう。まず風俗嬢から爆モテする清潔感の出し方です。1つ目、スキンケアに気を配ること。整ったお肌というのは清潔感に直結します。毎朝顔を洗うと思うんですけど、顔を洗うっていうだけではなくって、ケアするという意識を持って取り組みましょう。もしかしたらね、何も塗らんでも全然突っ張ったりとか粉吹いたりせえへんねんって思うかもしれないんですけど、今はいいんだけれど、でもこれがね、やっぱり10年20年30年40年と重ねてくると、どんどん見た目に変化が出てきます。やっぱりちゃんとケアしてる人っていうのは見た目年齢が若いんですね。だから自分に対する投資だというふうに思って、めんどくさいなって思ってもやってほしいです。スキンケアの基本というのは洗顔と化粧水と乳液です。でも初心者の場合はとにかくこの3つを用意してください。で、もしね、今の時点で湿疹があるとか、すごいニキビとか、むちゃくちゃ荒れてるとかだったら、自分で勝手にいろんなものをつけるよりも皮膚科に行って見てもらってくださいね。ではまず洗顔から。男性の皮脂の量っていうのは女性の約2倍というふうに言われています。洗顔料を使うことによって、その皮脂をしっかりと落とすことができます。ただね、皮脂とか水分っていうのは、とにかく落としゃいいっていうもんでもないんですよね。だから自分に合ったものが見つかるまでは、いろんなものを試してみるっていうのがいいです。最初はトライアルセットとか、あとは旅行用のこうちっちゃいセットとか、そういうのを使って試してみられるといいと思います。洗顔もね、洗い方とかめちゃくちゃポイントはあるんですけど、一番大事なのって、ちゃんと泡立てて使うってことなんですね。でも泡立てるのって結構めんどくさいんですよ。だから私は泡タイプを使ってます。泡タイプのやつがね、やっぱお手軽だし簡単なのでおすすめです。そして次が化粧水です。化粧水もスキンケアの基本ですよね。化粧水というのは保湿が一番の目的です。お肌の水分量を整えて、潤いやみずみずしさを保ちます。あとはテカリとかベタつき、それから毛穴の詰まりといったトラブルの予防という意味もあります。女性にも定番のものをずっと使うっていうタイプから、季節とか肌のコンディションによって使い分けるというタイプまで様々います。もし
しね、あんまお金かけたくないという場合は、ドラッグストアで大容量でバシャバシャ使えるセザンヌっていうのがおすすめです。もし今まで何もしてへんかったから、スキンケアちゃんとお金かけようかなって思うんだったら、ちょっと高級品買った方がいいですね。私最近このイプサのやつ使ってるんですけど、むちゃくちゃいいです。そして次が乳液です。乳液ね、ベタベタするの嫌やから、化粧水だけっていう方結構多いんですけど、やっぱりね、それだけではダメです。乳液というのは、皮脂のバランスを整えて、美容成分を浸透させ、そして閉じ込めるという役割があります。女性に比べると男性って皮脂は多いんだけど、水分量が少なめなんですね。だから乾燥しやすいという特徴があります。で、乾燥肌をそのまま放置すると、肌がね、頑張って油出さなと思って、必要以上に出しちゃって、それがテカリとかぬめりといった原因になっていきます。でね、もともと油性、オイリー肌で、なんかベタベタするの嫌やねんなと言って、まあ、やめちゃうって方いるんですけど、またそれが逆効果になってどんどん油出ちゃうっていう方もいらっしゃるんですね。すっごいベタベタで、あまり何塗っても効果が変わらないという場合は、スキンケアの専門店で相談されるといいかなというふうに思います。ただそういう相談に乗ってくれる人がいるとこって、デパートのコスメとかなので、やっぱ高いものにはなるんですけど、でも自分に合ったものを選んでくれます。でもそんなスキンケアお金かけたくないわという場合は、私ね、ドラッグストアで最近使ってるこのリッツっていうやつ、あんまりベタベタしなくって、まあ、塗った時はもちろんベタつくんですけど、でもその後、その、ベタベタしてるって気持ち悪いって感じじゃないので、もしよかったらこれ使ってみられたらいいと思います。二つ目。髪型を整えること。髪型はね、やっぱりね、美容室で美容師さんにお任せで切ってもらう。それも、ちょっと安いところだと心配なので、最低でも3500円。まあ、出せるんやったら6000円ぐらい出して、美容師さんにお任せで切ってもらうというのがおすすめです。もし髪の毛が薄くて悩んでいる場合は、もう思い切って坊主にしちゃうというのも手です。髪型に関しては、やっぱ月1回は美容室に行ってほしいです。で、何をするかなんですけど、まず髪の毛染めるかどうかなんですけどね。髪色は正直女の子から好みを聞くと黒髪がいいっていう方が圧倒的に多いです。ただ髪色が明るい方がお肌のトーンと合っていて、まあ、おしゃれになるっていう方ももちろんいらっしゃるので、そのあたりまで美容師さんと相談してもらったらと思います。もし髪の毛とか美容代にあんまお金かけたくないねんっていう場合は、もう髪の毛は染めずに、その代わりそのお金をカット代に回してこまめにカットに行くっていう風にしてほしいです。どういう髪型にするのかというのは美容師さんに相談しながら、とにかくモテたいってことをちゃんと伝えて切ってもらうっていうのがいいんですけど、もし自分で髪型を選ぶのであれば、髪のトップから輪郭までを含めて、ひし形というのをイメージして髪型を決めると失敗しないです。顔の形ってすごく大きく分けて3種類に分けられます。まず直線的な顔立ちのホームベース型と逆三角形の顔の形の場合、このタイプをひし形にしようと思うと、縦に伸ばすっていうことを意識する必要があります。なので、この鉢の部分というのはタイトにして、で、高さを出して、耳のあたりに少しボリュームを出すということを意識して、例えばこんな感じの髪型にするとかっこいいです。で、次に、おもながの場合です。おもながの人って、縦感っていうのはあるんですね。でも、ひし形のシルエットにしようと思うと、横感というのを出す必要があります。なので、おもながの人は高さというのを抑えて、サイドにボリュームを持たせるという印象で切ってもらうといいです。で、最後、丸顔の場合です。丸の人をひし形にしようと思うと、縦にも横にも伸ばす必要があります。でも、全体的に伸ばしちゃうと、ぼやっと、その丸が大きくなったって感じになっちゃうので、どっちかでいいです。縦に伸ばすか、横に伸ばすか、どっちかを意識しましょう。おすすめなのは、サイドをタイトにして、で、ちょっと高さを出す。そして、額を出すようにするとバランスが取れます。3つ目。服装を整えること。まず清潔感がないって思われちゃう服装の特徴としては、ヨレヨレ、サイズが合ってない、季節感を感じない、色が多すぎる。まあ大体こんなもんです。もし清潔感のある服装がわからないという場合は、襟付きの服、そしてチノパンというのを意識して履くと間違いません。さらに言うと、サンプルのように靴まで入れて3色、まあ 1.4 色ぐらいにまとめることによってバランスが取れて、すごくおしゃれですっきりスタイリッシュに見えます。4つ目。無駄毛を整えること。あまり自分の外見に気を使わない無頓着な方って、髭剃るっていうだけの方いらっしゃるんですけど、無駄毛って鼻毛もあるし、耳毛もあるし、あと他にも毛ってありますよね。やっぱりそこも整えるという意識が重要です。特に眉毛はその人の印象を決めるとても重要なポイントになってくるので、おすすめは理髪店で一回顔剃りしてもらって、で、その時眉毛整えてもらいます。で、その眉毛を崩さないように自分で、まあ、いらないところをケアするというのがおすすめです。女の子って髪の毛と眉とあとは股間以外には毛がない
っていうのが、まあ、当たり前という世界観の子が多いです。なので、自分の毛をね、ちゃんと処理できてない人って恋愛対象外という風にされやすいです。では次、風俗嬢からバックモテする非日常感の出し方。ちょっとね、下品な下ネタは言わないこと。風俗ってね、なんか下ネタ言ってもいいと思って、めちゃくちゃ言う人っていうのが多いんですよ。だからこそ、下ネタを言わないだけで、他の男性と圧倒的差別化を図れます。特に男性が何の配慮もなしに言う下ネタ、男同士でする下ネタって、女の子からすると、ちょっと下品だなとか、この人あんまり人に気遣えへん人なんかなという印象になって、デリカシーない人やなって思われちゃいます。例えば女の子に対して、行ったことあるとか、性感帯どこなん、一人ですんの、おかずなんなんというようなことはやっぱ下品だなって思われて、で相手の女の子はお仕事なので別に引かへんし話に乗っかってくれるんですけど、でも心の中ではいやこいつは恋愛対象としてはなしやなというふうに思っている可能性が高いです。別にね下ネタ言っちゃいけないっていうわけじゃないんですよ。だけど相手の女の子が話してくるレベルに合わせて話すってことが重要なので、最初はね恋愛話の延長みたいな感じでちょっとだけエッチな話っていうのを入れていくといいです。例えば友達のちょっとエッチなネタとか、女性の恋愛観とか、過去のちょっとエッチな話とか、そういう話をこっちからしてみて、で相手の女の子がどれぐらいのレベルで乗ってくるかによって、自分のレベルを合わせていくようにすると失敗しません。二つ目、話の最後をポジティブに締めること。風俗嬢って癒されますよね。そこでつい仕事の愚痴とか人間関係とか家庭の話、お金の話みたいなあんまり人にしない話を話すっていう方が多いです。別にそれ自体は悪くなくって自己開示をすることで信頼関係というのは築けるんですけど、でもそれだと他のお客さんもやっぱそうやってこう自然と喋っちゃう人が多いので、他の人との差別化って難しいんですね。あと非日常感ってやっぱ出ないんですよ。愚痴とか悩みとかって基本的には日常的な話ですからね。そこでちょっとネガティブな、まあ、愚痴とか悩みとかっていう話をしたときは、一番最後のところで聞いてくれてありがとう、すっきりしたとか、でも俺頑張るわというふうにポジティブに締めることによって印象がぐっと変わります。やっぱり人って最後を一番覚えているので、そこをポジティブにするだけで圧倒的差別化を図れます。3つ目、カッコつけすぎないこと。私は仕事の優劣ってないと思ってるんですね。どんなお仕事も素晴らしいお仕事だというふうに思っています。なんだけど、風俗で働いてる女の子たちって、風俗というお仕事をしているってことが恥ずかしいって思ってる子が多いんですね。だから、自己肯定感というのが低くなりがちです。自分のことを自分で認められない子がどうなるかっていうと、やっぱ自分のことを低く見積もってるから、当然自分のことを指名してきてくれる人のことも低く見てたりとか、あとは風俗に通う人というのをとても冷めた目で見ているっていうこともよくあります。なので相手が私めちゃくちゃ風俗の仕事に誇り持ってんねんというふうに言ってない場合は、完璧でかっこいい俺というスタンスで彼女に会いに行くのではなくって、風俗に通うような人間臭いとこもある俺というスタンスで行きましょう。どういうことかというと、あなたがカッコつけずにその人間味丸出しの姿で行くことによって、女の子もこの人私のこと指名してくるような見る目ない人やけど、でも話聞いてくれる人やしなとか、なんか可愛い人なんよなというふうに思わせることができます。でそれを続けることによってね、今度はそのあなたの姿勢に影響を受けたその女性自身がね、まあでもこれも私だよなというふうに自分自身を受け入れるきっかけになれることができたら、それってめちゃくちゃ特別な存在になれるんですね。そういう相手にきっかけを与えられる存在になるようなスタンスでいくってことが重要です。4つ目、プライベートを見せすぎないこと。知りすぎたら非日常感って薄れちゃうんですよね。例えばアイドルって自分のプライベートすっごい小出しにしてきます。アイドルがどんな部屋に住んでんのかとか、誰と会ってんのかとか、普段どんなもん食べてんのかとか、毎日どんな風に過ごしてんのかとか、まあ、そういうのってあんまり言わないですよね。とはいえ全然出さないというのも、まあ、離れちゃう原因になったりとか、あと好きになってもらいにくかったりするので、ちょこちょこ出していくという戦略を取ります。あなたも、まあ、最終的には上とプライベートで会う必要がありますから、あまりプライベート出しすぎっていうのは良くないです。例えばあなたがね、カードゲームが趣味だとして、休みの日は毎回ゲームセンターでガチバトルしているのだとしてもですよ、上に自分の趣味を言うときは、あ、カードゲーム趣味なんだよねとか、休みの日は友達と会ってるかなという程度にしておくといいということです。では次、風俗嬢を落としまくる方法。まずすでに通っている場合です。1つ目、信頼関係の再構築をしましょう。すでに落としたい子がいるという場合は、もうおそらく今の時点で
キャストと客という関係性でガッチガチに出来上がってしまっていると思うんですね。だから悩んでいると思います。で、このガッチガチの状態で、突然お客さんのあなたが相手の女の子に向かって、プライベートで会いたいねとか、旅行行こうやとか、まあ、時間作ってやとか言っても、めんどくさいなというふうに思われるのがオチです。女の子によっては、行く行く詐欺っていうね、形になってしまったりとか、軽くあしらわれたりとか、あと最悪の場合は入店拒否とか、お店からストーカー扱いされちゃうなんていうこともあります。そうならないために、まずは信頼関係を再構築しましょう。信頼関係を再構築と言っても、むちゃくちゃお金を使ってくれるいいお客さん、とかいうカテゴリーになる必要はなくって、来てくれたら嬉しくなるお客さんというのを目指します。方法としてはまずは定期的に通いましょう。月1回でもいいからちゃんと来てくれるお客さんという立ち位置になることによって信頼関係というのが出来上がってきます。本当は2週間に1回、まあ、それはもっと詰めれるやつ詰めたらいいんですけど、すごいお金使うことになっちゃうので、まあ1ヶ月に1回もしくは2週間に1回行きます。それを2、3ヶ月間ただのサービスを受けに来た客として使います。で、定期的に来てくれるお客さんから会うと嬉しくなるお客さんというふうにステップアップをしていきます。最初の定期的に来てくれるお客さんという枠の場合は別に普通にサービス受けて OK です。そこから楽しくなるお客さんにならなきゃいけないので、サービスじゃなくって会話だけをする日とかを作って差別化っていうのを図っていきます。コツはね、とにかく会話する時間というのを多く取るってことです。当たり前なんですけど、性欲解消のお客さんってめちゃくちゃ多いんですよね。だからその中で会話重視のお客さんというだけで印象は良くなります。そして2つ目、褒めましょう。相手の女の子のことね、可愛いとか優しいとかしっかり褒めましょう。で、褒めるときはただ優しいとか可愛いだけじゃなくって具体的に言うっていうのがポイントです。例えばそういう考え方できるとこすごいなとか、話の聞き方が優しくってめちゃくちゃ癒されるわという感じです。褒められて嫌な気持ちになる人ってやっぱよっぽどのメンヘラとかじゃない限りいないんですよね。だからしっかり何度でも褒めましょう。ただね、褒めるとき注意点があって、容姿ですね、外見に関してはコンプレックスになっている子が多いので要注意です。特に風俗で働く子ってどうしても容姿で競うっていうね、まあそういう職業なので、自分の容姿にコンプレックス持ってる子むちゃくちゃ多いんですよね。だから容姿に関しては結構注意深くいきましょう。絶対やっちゃいけないのは他の女の子と比較して褒めることです。何々ちゃんより可愛いとか、ここのキャストの中で一番可愛いとか、ここの地域の中で一番とか、そういう言い方ってあんま嬉しくないんですよね。なんでかっていうと、結局この人ってもっと可愛い子が現れたらそっちに行くんやろっていう風に思うからです。だから誰かと比較するっていうのはむちゃくちゃ NG です。で、どんな風に褒めたらいいかっていうと、前回と比較して可愛くなってるとか、どんどん綺麗になってくるという風に、人ではなくって過去と比較するといいです。5つ目、会話のきっかけに自分の話をしましょう。人ってね、何でも聞くで、何でも話してや、ほいほいとか言われても話しにくいですよね。なので相手の女の子があんまりこう喋るタイプじゃなかった場合ですね、その場合は最初は自分の仕事の話とか住んでるとことか趣味とかっていうのを話して、相手が話しやすいようにネタを巻くっていうことをします。相手が話に乗ってきたらその話題を広げていくようにしましょう。目指すのはその女性が身の上話ですね、あんまり人に話さないような深い話をしてくれるっていうところを目指していくので、まずそのポジションを狙うためにしっかりと話を掘り下げていく、時間をかけてゆっくりゆっくりいろんな話をしていくようにしましょう。4つ目、天外に誘います。天外って言っても天外デートじゃなくってプライベートで会うっていうことですね。できたら相手から今度プライベートで会いたいとか、お店も混んでいいでとか、まあそのプライベートで会うからね、混んでいいでとか、まあ、言われたいんですけど、これ言われるかどうかは時と場合と、それから話の展開によるので、もしこれ言われなかったとしてもがっかりする必要はありません。こっちから誘っていきましょう。誘うタイミングは相手がねしっかり身の上話をしてくれたと、相手の深い話が聞けたなと思った時に、今度もっとゆっくり話聞きたいからよかったらご飯行かへん、美味しいとこ知ってんねんという風にさらっと誘いましょう。ただこれぐらい通ってでいろんな話をして、で相手が身の上話をしてくれてるにもかかわらず誘って断られるとか、なかなか来てくれないという場合は、正直もう次に行った方がいいかなと思います。では次、風俗嬢を落としまくる方法、新規開拓編です。これから新規で風俗嬢を落とすってことを狙う場合は、ピュアな男というのを装います。これあなたが狙っている子がいるっていうガチガチにターゲット決まってる場合は別ですよ。これから、まあ、いろんな女の子といろんないい関係になりたいなって思ってる場合の方法ですからね。この場合は最初の時点から仕掛けていきます。女の子にね、
実は俺彼女と別れてむちゃくちゃ寂しかってんか、めちゃくちゃ寂しかったから呼んじゃっただけで、まあなんかそういう気持ちにはなれへんねんな。だからよかったら今日はプレイはいいから話だけ聞いてくれへん、という風に言います。で、本当にプレイをせず、相手にも触れず、会話だけで終わらせます。で、一番最後、彼女とバイバイするときに、話聞いてくれてありがとう、めちゃくちゃスッキリしたわ、とか、めちゃくちゃ元気出たわ、という風に言ってバイバイをします。そして、あまり日を空けずに2回目の予約を入れます。そして、その時も、この間めちゃくちゃ元気出たから、ちょっとまた今回も話聞いてくれへん、という風に言って、プレイをせずに会話だけで終わらせます。そして、この2回目の別れ際、最後の時に、めちゃくちゃ楽しかったし、よかったらご飯行かへん、という風に言って連絡先を交換します。正直ね、2回もサービスなし、プレイなしのお客さんってほとんどいないんですよね。なので他のお客さんと差別化することができますし、女性も警戒しないんですよね。なんかめっちゃピュアな人やなとか、ほんまに寂しかったんやろうなっていう風に思うので、結構あっさり連絡先交換してくれます。で、その後は普通にデートに行って口説けば OK です。もしかしたらね、2回も無駄金払ってるって思うかもしれないんですけど、でも考えてみてほしいんですけど、その後は、まあ、言ったらプライベートで会い放題になっていくわけですよね。そう考えると元って十分取れますよ。ただし、この手法でうまくいかへん場合は、トークの部分でミスってる可能性が高いんですね。だから私の過去の会話に関する動画を見返していただけたらと思います。では次、パターン別攻略法です。一つ目、彼氏がいる。これはね、正直そんな難しくないです。シンプルに彼氏よりも一緒に楽しいっていう風に思わせることができれば楽勝です。風俗嬢ってね、そもそも付き合うタイプって結構決まってて、わがままで自己中で俺様っぽいタイプがむちゃくちゃ多いんですね。そこであなた側は余裕のある大人の男というのを演じることができればあっさりこっちに来ます。彼氏がいるかどうかは、ただの客として通っている時に聞くとあっさり教えてくれます。ただ最初から付き合いたいとか好きやっていう感じを全開で言ってしまうと、やっぱりね、相手の女の子も指名取りたいし、まあお客さん逃がしたくないですよね。だから嘘をつくっていうパターンが多いです。もし今の時点でガチ恋感っていうのをすごい出しちゃってる場合は、ちょっと聞きにくいので、もっともっと仲良くなって深い話ができるようになったら聞くっていう風にしてください。二つ目。結婚している。これはね、相手が何のために働いているかにもよるんですけど、まず快楽主義で、趣味で働いているという場合は、大人の関係は狙っていけます。もし生活のために働いているという場合は、いずれ家庭が破綻する可能性が高いので、そこまでは客の、まあ、プラスアルファですね。とてもいいお客さんという位置で狙っていくのがいいです。そして相手から家庭の事情とか、うまくいってないっていう話を聞いたら、俺はそんな思いさせへんという風に言って奪うっていうのがおすすめです。3つ目、大学生やアルバイト。アルバイト感覚の子ってすっごい警戒心強いんですね。だからグイグイ行くっていうのはおすすめしません。まずはただの客として共通点をたくさん見つけて友達感覚でご飯に誘うと行きやすいです。ただ正直、最初からグイグイ行かなければ一番落としやすいのがこの層です。友達に誘われて初めてとか、あとお小遣い稼ぎにちょっと初めてっていう子が多いので、かなり狙いやすいです。4つ目、人気キャスト。人気キャストも実はめっちゃ狙い目なんですけど、まあ最初に言うと、ここを狙う場合はある程度お金を使わなきゃいけないので、ちょっとそこがどうかなという感じです。人気のキャストさんってしつこいお客さんとか嫌なお客さんっていうのを相手にしなきゃいけないですよね。まあ、それだけこう客層が多いので、そうなってしまうっていうこともあります。だからストレスが溜まっているという場合が多いです。また人気の子になればなるほど責任感が強くってしっかりしてる子が多いんですね。だからこそ、俺の枠では休んでいいよという風に言って休ませてあげたりとか、ねぎらってあげることによって他のお客さんとは違う紳士的な一面というのを見せることができます。上にこの人の枠は休めるとか、すっごい気遣いできる人だなっていう風に思わせることによって、めちゃくちゃ他のお客さんとの差別化って図れてますよね。なので連絡先交換とかプライベートで会うとか結構すぐ行けます。ただやっぱり人気キャストなので、自分の焼き餅とね、どう付き合うかっていうのも課題にはなってきます。5つ目、ホスト狂い。正直ね、ホスト狂いはもうやめとけんならやめといた方がいいです。ホストにハマっている女の子ってね、やっぱりね、金銭感覚が麻痺してくるんですよね。だから頑張って彼女にしても、結局金銭感覚合わへんからっていう理由で別れる人めちゃくちゃ多いんです。ただそれでもその女の子が好きで絶対落としたいという場合は、そのホストに飽きるまで待つか、もしくはそのホストを一緒に押すというポジションに入るか、まあ、どっちかかなと思います。ホスト狂いになってる時点で、そもそもそのホストの本命にはもう慣れない可能性が高いんですよね。
だからね、いずれ終わります。まあその人によってね、どれぐらい続くかっていうのは変わってくるんですけど、まあ、とはいえそんなにお金って使えないんですよ。借金したって人が使える金額って限られてるので、上限まで行ったらもうやめることになります。で、そのタイミングを狙って落とすと結構あっさりいけます。6つ目。メンヘラ。やっぱり風俗ってかまってちゃんが多いんですよね。だから可愛いとか癒されるとかむちゃくちゃ綺麗とか、まあそんな風に褒めたりおだてたりしてですね。で、あとマメに連絡をすると結構あっさり落ちます。メンヘラの人って基本的に夜行性なんですね。だから夜に連絡を取るようにするっていうのがポイントなのと、今回ご紹介した6つのタイプの中でどれ一番落としやすいって聞かれたら、もう圧倒的にメンヘラです。メンヘラの子ってめちゃくちゃ落としやすいんですね。もしあなたがメンヘラも落とせないという状態になっているなら、非日常感か清潔感かどっちかがミスってるってことなので、一つずつしっかり見直すようにしてください。では最後、風俗嬢からモテるプレイご紹介します。まず一つ目、ソフトタッチ。興奮すると人って指先に力が入ってくるんですね。だからソフトタッチって言いつつ全然ソフトじゃないっていう人すごく多いです。女の子に触るときってプリンに触るぐらいの感じで触るのが一番いいという風にされています。もし今までの自分の経験の中で一回でも女の子から痛いって言われた場合は、自分が思っているよりも力が入っている可能性があります。もしどうしても力が入ってしまってなかなか抜けないっていう場合は、女の子の背中側から触るようにすると力が抜けやすいです。2つ目、相手が嫌がることをしないこと。これ何当たり前のこと言ってんのって思うかもしれないんですけど、やっぱり風俗って性欲処理のために使うところですよね。ほとんどの人がそうやって使ってるし、それが当たり前の使い方です。でね、女の子に対して物のように扱うとは言わないけれど、随分乱暴だったりとか適当だったりとかする人ってすごい多いんです。女の子はもちろんそれが仕事なんですけど、でも仕事とはいえ生身の人間なので、やっぱり大事にされたいですよね。女性は特にね、自分には価値があるというふうに思いたい生き物なので、価値があるというふうに思わせてあげるっていうのがポイントです。だから突然体に触れるとか手荒なことっていうのは絶対に NG です。もちろん時間的な制約もあるし、時間で買ってるんだからね、効率的に進めたいっていう気持ちももちろんわかります。もちろんわかるんだけど、でもその中で、まあ、例えば女の子が脱いだ服をきれいに畳んであげるとか、すごい優しくしてあげるとか、あとは女の子の好きなこと嫌なことっていうのはちゃんと聞いてあげるとか、それだけでもやっぱ全然違います。3つ目、相手の女の子も気持ちよくさせるために努力すること。女の子は仕事なので、まあ、気持ちよくなくてもいいんですよね。でもどうせ一緒の時間を過ごすんやったら2人とも楽しめた方がいいに決まってますよね。そこでサービスを受ける場合も一緒に楽しむっていう気持ちを持って受けるのがいいです。女の子っていろいろ聞いてくれると思うんですよね。だからこっちもどんな風にされるの好きという風に反対に聞き返すことによって、相手の女の子の好みを把握しましょう。まあ、他にもね、女の子の触り方っていう動画出してるので、こっちも参考にしてもらったらと思います。ということでまとめです。まず風俗嬢からバックモテする清潔感の出し方ですね。一つ目、スキンケアに気を配ること。二つ目、髪型を整えること。三つ目、服装を整えること。四つ目、ムダ毛を整えることですね。で、次に風俗嬢からバックモテする非日常感の出し方としては、一つ目、下品な下ネタを言わないこと。二つ目、話の最後をポジティブに締めること。三つ目、カッコつけすぎないこと。四つ目、プライベートを見せすぎないこと。で、次、風俗嬢を落としまくる方法、すでに通っている場合としては、一つ目、信頼関係の再構築をしましょう。で、二つ目、褒めましょう。で、三つ目、会話のきっかけに自分の話をしましょう。四つ目、天外に誘いましょう。天外というのはプライベートのことですね。で、次、新規開拓編としては、新規開拓する場合はピュアな男を装いましょうという話でした。で、さらにパターン別攻略法ですね。一つ目、彼氏がいる場合、彼氏よりも楽しいと思わせることです。で、二つ目、結婚している場合、生活のために風俗をしているという場合は、いずれ家庭が破綻する可能性が高いので、そのタイミングを待ちましょう。三つ目、大学生とかアルバイトですね。これは友達感覚でカラオケとかご飯に誘うといいですよっていう話でした。四つ目、人気キャストとしては、この枠は休めるっていうふうに思わせましょうでしたね。で、五つ目、ホスト部類としては、ホストに飽きるまで待つか、一緒にホストを押しましょう。で、6つ目、メンヘラですね。これは一番簡単に落とせますよという話でした。そして最後、風俗嬢からモテるプレイとしては、1つ目、ソフトタッチを心がけましょう。で、2つ目、相手が嫌がることをしないようにしましょう。3つ目、相手も気持ちよくさせるために努力をすることっていうのが大事ですよという話でした。
ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？めちゃくちゃ長い動画になったんですけど、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。最初にね、紹介したスキンケアに関してなんですけど、スキンケアって基本はこの3つなんですね。洗顔と、化粧水と乳液なんですけど、それ以外にもすっごいたくさん種類って出てます。例えば、一番最初につける導入化粧水とか美容液なんてものもあるし、あとは乳液のね、次に乗る美容液っていうものもあるし、パックとか、オールインワンとか、まあ本当にすごくいろんな種類が出てるんですね。もし興味があるんだったら、いろいろ試してみる、一通り買ってやってみるっていうのもいいんですけど、ただ気をつけなきゃいけないのが、急にたくさんの栄養っていうのを入れると、肌がね、すっごい荒れちゃったりとかするんですよ。栄養が多すぎてびっくりしちゃって、すっごいブツブツできちゃったりとか、まあそういう方がいらっしゃるので、感覚で言うとね、例えば、今までね、生きてきて、お豆腐しか食べたことがないっていう人に、栄養あるからとか言って、お肉、焼肉ね、食べさせても、まあやっぱ絶対お腹壊すんですよね。受け付けられないみたいな感覚と一緒で、やっぱりね、急に栄養価が高いものってびっくりしちゃうから、だからちょっとずつ試していくっていう感覚がいいかなというふうに思います。よかったら参考にしていただけたらと思います。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。X とインスタと TikTok もやってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。